機は無事か。言えない。あんたは死んだ。ほう。俺がこの手で。もちろん覚えているとも。我々の大切な思い出だからな。さてクラウン、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず、静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ、クラウド。母さん、母さん。星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。我々をつなぐ絆の喪失は、私自身の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけんな！いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔鋼に近づきすぎたな。さあ、行くぞ。
行ったはずで、俺たちは助かる。シンラを信じるんだ。速やかに高速道路から離れてください。また、魔法炉の爆発に伴う大きな揺れの影響で火災が多発しています。市内は危険です。建物の外に避難してください。繰り返し、こちらは新田看板に対策本部です。予想以上か。魔法炉が、ねえ、おもちゃ取ってきていい？ダメ、ここにいて。お前には誰も守れない、自分さえもな。大丈夫？大丈夫？お花、どうぞ。花？うん、お礼、追い払って助けてくれた。何の話だ？じゃあ出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。いくらだ？値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん、脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。魔鉱炉が爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいし。助けて。
た不審者はまだ近くにいるはずだ。一度ここから離れるか。終わった。
で仕掛ける。じゃあ、クラウドさん、来なかったっすね。そんな顔するな。あいつはきっと無事さ。あの身のこなし、見ただろ。ソルジャーってのは、やっぱりただもんじゃない。
本気で誘わない？失敗したじゃねえか。え？あ、何してやがったんだ？あ？治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。余裕な、頼りになるだろ。ふっ、おう、け、待て、一つ聞きたいことがある。あ？見えない敵を見たことはあるか？あ？ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。おそらく接触がきっかけだ。シンラの新兵器？ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい、聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。混んでるっすね。貨物車なのに。避難命令のせいか。運が回ってきたな。8番街ステーション発、到着までに先頭車両に。7番街行き。この列車は1番マコール爆破により避難用特別ダイヤで運行しております。車内混み合いまして、ご迷惑をおかけします。目の前で入れるよ。この人にも残しておいたよ。今の人は何だ。みんなピリピリっす。当然だろう。ライドさん、俺、罪の告白なら他でやってくれ。うわぁ、厳しいっすね。ちょっと聞いていいか。八番街に住んでいてね。うちにいればよかった。八番街、どうなるのかな。いい加減に。あんた、ああいう状況には慣れてるのか。さっきの駅前とか八番街とか。ソルジャーだからな。俺は足が震えてる。やばい。そのうち慣れる。だといいけどな。いや、いいのかな。犯人はどうなったのかしら。クラウド、SOS。ドキドキが止まらないの。やっぱり八番街の被害が大きすぎる。わけがわからない。気化した魔鋼が誘爆を起こした。そう言ってなかったか。最初はそう思ったけど、マコーロはそんなこと想定内じゃない、うん、見えない敵がいるって言ってたよね。ああ、うん、ダメ。他を疑うより先に自分のミスを検証しなくちゃ。そう、そうしないと進歩しないもの。クラウド、聞いてくれてありがとう。マコーロを爆破するなんて迷惑な連中ですね。公表されていないが、犯人は十中八九アバランチだ。昔からうちのプレジデントを付け狙ってた連中ですね。シンラにたかるつもりか。おい、適当なことを言うな。アバランチの目的は星を救うだろ。何なんだ君は。星を思う善良な市民。はあ、どこが善良。殴られるぞ。あの爆発は悪党への警告に決まってるじゃねえか。星の命を搾取する悪党へのよ。悪党の名前は、てめえらはよく知ってるよな。私らは暴力なんかに屈しない。何があっても変わらない日常を送ってやる。これが新列車員の戦い方だ。
息なし。これぞ死んだ魂。ケン、いっぱいいっぱいじゃねえか。悪いか、いつだって精一杯生きてる。引きましょう。死んだ魂だ。ちょっと話そう。新しい仲間にはこれを使って説明するんだ。知ってることばかりだろうけど、儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。ほら見て、魔鋼都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地、その上に整備されたピカピカの都市。魔鋼炉で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。まもなく ID スキャニングエリアを通過します。これは列車の運行ルート。メインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていて、ほら今はちょうど中間地点。 ID スキャニングエリアはここにあって、乗客をチェックするわけ。生年月日、居住許可区分、懲罰、私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、主に治安維持に役立てる。ほら来た。ID は偽造だから安心してね。腕によりをかけたんだから。地上まであと少し。ほっとしない？見ろよ、あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることか。神羅がどんどん幕を組み上げちまうから、土地は枯れ、空気はよどみ、花も咲かねえ。嫌なら街を出ればいい。ああ？俺はそうやって生きてきた。け、自分は強いって自覚があるなら、もうちっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。列車と同じ。しかも誰よりには逆らえないんだ。星を救う、でっかい始めの一歩だ。うん、お前らピーヒャラ喋るんじゃねえ、捕まるぞ。クロペ、うん、次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんでも食っとけ。うん、うん、アジトでな、忘れたか、店の名はセブンスヘブン。ティワに顔を見せて安心させてやれ。まあ、こういうのは大丈夫。止まれー、登山帰ったわー。本日の列車の運行は一番内で残業中。どうした、すぐ分かったんだぞ。神羅は
バランチってのは。グレートとスラムって差があるの。アコードって八番街はあちこちで爆発よ。魔法は星を巡る地って言われてもな、剥がしても剥がしてもすぐ元通り。妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。見ろよ、あの美しい鉄骨、たまんねえな。おい、あんたどうした？魔法中毒かよ。またあいつか。すすまみれ、粉塵まみれ、おまけに疲れてドロドロだ。待ってろシャワー、俺はとにかくご飯ご飯。ジェシーは？今日の反省かな。嘘ばっかり。ひどい。休みでよかった。仕事どうなるんだろう。きっつい。みんな避難できたの？なかなか様になってきた。次はちゃんと飲みてー。あ、マリン。父ちゃん、お帰りなさい。ただいまお帰り。あ、いい子にしてたか。うん、ティファと遊んでた。おお、そうか、よし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 。お疲れ様。うん。それ、どうしたの？ああ。本物でしょ？珍しいね。え？意外だな。クラウド、こんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え？バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリ、父ちゃん今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して念々しような。片付けが終わるまでマリンの相手してあげてて。俺が？もちろん。てめえ！バレット！マリンに何しやがった！知らない人とは喋っちゃダメって。え？偉いぞマリン、父ちゃんとの約束忘れなかったな。偉い偉いぞ。じゃあお休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。はあ、お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上、どんな感じだった？まあ、混乱していたな。魔航路が爆発された瞬間、ね、ごめんね、巻き込んで。
ビでも警察だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、分かった。シンガを憎む気持ちも分かる。全然だ。何かしなきゃっていうアスリが湧いて。バレットたちと揉めなかった。ああ。向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。テレビに映ってた8番街、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃあ、あれも嘘だよね。いや、そっか。ここなの。名前は展望層。部屋は2階ね。この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるってそれだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。203か。おい、大丈夫か？開けるぞ。様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。ああ。
あんたがクラウドだね。私は大家のマーレで、一昨日来たんだって。それまでは上かい？いろいろだ。訳ありか。あ、ここに流れ着くのはみんなそうさね。困ったことがあったら何でも相談しな。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ？泣かしたら承知しないってことさ。あの子は私の孫同然だ。覚えておこう。ほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。異常なし。スパチュー。シンの負けた。こんな強行さ。マーレさんに話を聞いてもらうと。自警団が見回り協力者を選定中。ベッジの言ってたやつだ。便利屋？でけえ剣だな。何を言うの？怪我したくなけりゃ近づくんじゃねえ。でけえ剣だな。何を言うの？協力者を選定中。列車が動かねえと。見るんじゃない。やっぱりやっぱ白。星の命のこと分かってないやつが多すぎるよ。おはよう。ああ、マリンが眠ってるの。静かにね。うん。じゃあ早速働く？ん？ JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター、水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事。聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入り用でしょ。助かる。それでも足りない分は後ではですね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。上から仕入れたアイテムもあるよ。アイテムやこんにちは。 JS フィルターの交換です。ティファちゃん、いらっしゃい。待ってたよ。あれ、そいつは？集金係のクラウドです。お代は彼に。あんた、うまいこと言ったな。その役目変わってくれよ。あんたには無理だ。あ？クラウド、そうだ、せっかくだから買い物すれば？見るだけ見てみよう。
冷やかしかよ。気が乗ったらまたどうぞ、ティファちゃんと一緒にな。それじゃまたお店で。いつもの用意して待ってます。上から仕入れたアイテムもあるよ。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。もう少し愛想よくする。おまけ目当てで？ありえない。じゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。それより安全ってことでスラムが見直されて。もう一回様子を見てくるって。マールさん、フィルター交換です。ティファ待ってたよ。おや、あんたもいたのか。仕事だ。顔集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いからそれは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの。戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは。顔最善を尽くす。覇気がないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと。ほれ手を出しな。マーレさんありがとう。じゃあ行くね。ああ稼いでおいで。マーレさんのおかげですぐここになれたんだ。ここは長いのか。もう5年かな。そんな話より、集金集金。次が最後の武器屋さん。もう銃は落ちたくねえってやめとくやつ。悪いことしたことですしね。ティファちゃん、フィルター交換かな。えい、あのフィルター全然効果ないぞ。申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。残念です。ではここまでの生産をお願いします。なんだ、効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中なめてるんじゃねえぞ。払うよな。ありがとうございました。これでフィルター交換はおしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる？それより、バレットの集金はいつ終わるんだ？今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけど、どうする？そうだな。あのね、アイデアがあるんだけど、聞く？本格的に何でも屋を始めるなら、まず縁を作るべきだと思う。ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。うん、縁が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた縁を呼ぶの。どうすればいい？自警団の仕事を肩代わりとか。ほぼボランティアだけど縁はつながるよ。やってみよう。詰め所は誰もいなかったから上に行ってみよう。武器屋覗いていかないかい。スラムで暮らすなら一人に一つ武器を持とう。自分に合う武器は武器屋で。瓦礫通りのモンスター何とかしねえとな。明日俺も挑戦してやる。あ、今日は二人が当番なんだ。あ、もしかしてクラウドさん入団希望っすか？場合によってはな。自警団は何をするんだ？いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。
金は出せないが、俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣改造してないだろう。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか。改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど手順を教えるな。まあ使いながらいろいろ試してみるんだな。ああそれから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。でモンスターはどこにいる。瓦礫通りだ。頼んだぞクラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも道知らないでしょ。頼む任せて、スラムで一番のガイドよ。